はいみなさんこんにちは、えー、歴史にの日講師の森山ですで本日は、えー、合格に必須な 独学力の鍛え方あ自動的にならない講座の利用法えこのようなタイトルのところで私の方からですねお話をさせていただければというふうに思いますえまずまあ講座の方がですね1時間15分ぐらいかなというふうに思いますからまあそのところでお話をしていってまあその後講座の説明だとかあ,あいった形をスタッフの方からしていくといった形になりますでは始めていきましょう本当に今日はお暑い中お集まりいただきありがとうございます 基準点の発表ももう少しですよね。まあ、基準点の発表が8月15日といったことになりますから、まあ、本当にもう少しで法務省の方から基準点が発表されて、まあ、いよいよ多くの方が勉強をスタートさせていくといった形になるかなという,ふうに思います。まあ、私はははよよく7月中は休んんででももいいいすすこんなお話はしていきますけれどもでその時に、まあ 休む締め切りを作った方がいいですよ、こんなお話をよくしてるんですが、それが8月15日の基準点発表、これで8月15日に基準点が発表されたら、多くの方が、じゃあもう来年に向けてスタートしようといった形で動き出すといった形になると思うし、それがいいかなというふうに思っております。特に基準点 の発表があったとしても、まあ基準点をクリアしている人っていうのは、まあその発表で何も変わらないわけですよねえ。合格が決まったわけでもないし、不合格が決まったわけでもない。ですからまだ中ブラリーな状態であることは事実なんですが、まあ勉強を始めないとやっぱり後で後悔するということにもなりかねません。 あのまあ、例えば、基準点が発表されてその後合格発表がありますとえそこで例えば夏の間勉強せずに過ごしてしまいましたとでいざ、蓋を開けてみたらあれ受かってないぞってなった時に出遅れてしまったといった形になりかねないわけですねですから、まあ、勉強を始めておくというのはいいかなというふうに思いますでもし勉強しておかなかったとすればあこれは勉強しなかったとああいう形になっちゃいますよね。 でもし勉強していて受かったとしてもこれは文句ないじゃないですかあ受かっておいて先生受かったのに勉強しちゃったんですけどってことはまずないと思うので、まあ、基本的には勉強を少し始めておくといいかなというふうに思いますでどんな勉強をすればいいかってことなんですが、まあ、基本的にはあのまあ 基準点が発表あってもう来年に向けて確実に勉強しなきゃいけないぞってことになったらやっぱりまあやるべき勉強をしていくという形になると思いますからそれを今からお話をしていきたいというふうふに思いますけれども、うんまあ受かっている可能性が高いとえどういう勉強を受かっている可能性が高くてですね、通常の勉強であればまだ身が入らないという方は多分その通りだと思いますから、まあ、やるべきことは例えばその中でも勉強癖をなくさないということだと思いますので多視覚の勉強をしてみるだとか、まあ、行政書 だだとか宅検だとかかちょうどいい時期にありますから勉強して勉強癖をなくさないで行政書士の勉強なんかをしておけば、まあ、主要科目なんかは結構かぶりますのでその復習にもなるしあとは受かりやすいってことになりますから足を書士の試験に合格できていればダブル合格ということもあり得るという形になりますよね。 であとはまあ改正点などを中心にやりたいことを勉強していくといった形になるかなというふうに思います例えば実務系の本を買ってきたりあるいは学者が書いている本を買ってみたりしてちょっと今までと毛色の違う勉強していこうかなということですよねこれも1つあると思いますでもう1つは予備校の講座なんかを申し込んでしまって講義を聞くで自分で まあ今日受動的って話ではありますが、まあ、合格確実だともう合格可能性が高いって方はなかなか自分では積極的な勉強できないと思いますからインプット講座を利用して、えー、それでですね受動的にでもいいから勉強していくということは1つあるかなといいう,うに思います、えー、聞くだけ聞いて、まあ、復習するということであれば、まあ、そんなにやる気がなくてもできるかなという,ふうに思いますから、まあ、それも1つの作戦だよといった形ではありますよね。 とということで、まあ、合格、確実な方はそのような形で何らかの勉強をしていただくというのがまあいいのかな、力を落とさないためにも勉強癖なくさないためにも、えー、いうふうに思っております。 さあそうではなくてまあ、本格的にじゃあ8月15日ぐらいからもう勉強していこうと受かってる可能性もあるけれども来年に向けて勉強していきたいああいう方はどういうことに注意して勉強していけばいいのかあ,あいうことについて今回はお話をしていきたいというふうに思いますまあ、講座を利用するしないにかかわらずこういうことは勉強してほしい来年受かるためにはこういうことは必要だこんなことについてお話をしていきたいと思いますではレジュメの2ページを出してください まあ勉強といってもやみに勉強すればいいというわけではなくて本試験に合格する勉強これが受験勉強ですこれがまあ研究だとかあるいは趣味の勉強であれば、まあ、どんな勉強をやったって正直いいんですよでも受験勉強というのは合格できるという勉強をしなければ意味がありませんからじゃあ合格するための勉強ってどういう勉強なのああいったところからお話をしていくつまり合格って何というところからちょっと掘り下げてお話をしていきたいと思いますがまず2ページのところ この図表は何かというと、問題のランクと、それから基準点、問題のランクと基準点、これが一覧になっている図といった形になります、画面にも出していきます。まず上が午前の部ですね、でまず縦軸が AA ランク、それから A ランク、B ランク、C ランク、D ランクと書いてありますが、まあ、レックの分類で、まあ、AA ランクが80%以上。 A ランクが60%以上で B ランクが40%以上で C ランクが30%以上で D ランクが29%以下というこれ正解率ですねですから80%以上の問題というのはマレックのデータで受験した方の80%が正解出してる問題それの数になっておりますでここで何を見ていきたいかっていうと基準点基準点に到達するためにはどういうランクの問題が取れてなければいけないのかというと 例えば令和3年見てください令和4年はまだ基準点が発表されておりませんから令和3年見ていくと AA ランクが19問それから A ランクが12問これでもう31問いきますから基準点クリアですよね、まあ、こんな感じで基本的には60%以上の問題が取れてれば基準点はクリアできる60%以上の問題が取れてれば基準点はクリアできるということになりますで えと平成26年とか平成29年とか多少 B ランクえ例えば平成29年は A ランクが16問で A ランクが8問ですから1問足らないので B ランクえちょっと難しい問題が1問取れてなければいけませんけれども基本的には A ランクまででえ大体どの年も基準点をクリアできるだろうといった形になりますで令和4年は多少簡単な問題が多いからマレックなんかでも基準点が上がると。 いった形でではは予想しているところではあります、まあ、実際に蓋を開けてみないと分かりませんがアーマレックでは28問ぐらいかなといった形で予想しておりますので、まあ、令和4年それぐらいになると思いますね。で午後の方を見てもらうとやはり午後も一緒で基準点を取るためには午後もやっぱり60%以上の問題が取れてれば大体 OK だよといった形になります。 で何を言いたいいたかというとう別に令和4年の基準点を当てるとか当てないとかそんなのはどうでもいいんですよ、基準点は発表されますから、それを今は、ね、予想してそんなに意味があるかという話ではありませんので、まあ、そういうことではなく、基準点をクリアするためには60%以上の問題が取れてればよいということは、もし基準点に行かなかったという人は、まず60%以上の問題で正解ができてないという形になります。 だからまずは基礎をしっかりやっていくとそこをやっぱり落としちゃってるんですよ。何らかの形で基礎知識がないとかあそれを問題解く力がないとかその力をやっぱりつけていかなければいけないという形になります基礎をしっかりやっていくその部分をまずは認識しないといけないいや、基準点もう少しだよとか言った方に関してはですねまずは基礎の部分で まあ落,とし落ちているところがないかやっていないところがないかああいうところをしっかりまずはきちんと検討していってその部分をまずはしっかり年内のところで固めていくということが必要にななるかなと思いますでそれから今度は3ページのところをいってもらうと。 まずちょっとですね客観的なデータのところからお話を始めていくわけですが合格するっていうことはどういうことなんだろうか合格するっていうことはどういうことなんだろうかということの意味これを確認していきますが今、基準点取るためには60%以上の問題が取れていればいいよってお話をしましたがじゃあ、基準点クリアすればいいのかって言ったら実はそうではないというお話です。 何点になるのか何問になるのかとかいう択一の基準点なんかはもう非常にこう話題が多い時期ではありますけれどもその基準点をクリアすればいいというものではありません基準点ではなく最終合格これが皆さんの目標だしもう確実に合格できるレベルを目指してもらいたいということですからじゃあ合格するっていうことはどういうことなんですかあそんなところについてのお話をしていきますがまず 令和3年度のデータでいきま,すまた令和4年は最終発表はされておりませんし基準点すら発表がされておりませんから令和3年のデータがまあ最終的なデータとしては、まあ、最新のデータですからそれを使っていくとまず令和3年では基準点が午前の部が81点、27問ですね午後がちょっと多少低くて22問、66点です。 でこれをクリアしていなければ既筆の採点がされないわけですけれども規律の基準点が34.0になりますこの基準点を全てクリアすべて足すと181.0これですね前のページで基準点を取るためには 6, 6割以上の問題が取れてればいいですよとお話をしましたが基準点をすべてクリアすると181じゃこれが目標活動とそうではないわけです 合格点は208.5つまり208.5点取れてなければ不合格ここで認識してほしいのは基準点なんて全然目標じゃないんだってこと基準点と合格点の差が27.5点あるだから基準点プラス27.5基準点プラス27.5これが目標になりますで この27.5点は択一でいうと1問3点ですから3点かける9問9問分ぐらいは上乗せが必要9問分ぐらいは上乗せが必要って形になりますで皆さんの来年目指す目標とすれば基準点プラス9問これを択一で取ってほしいってことなんです そうすると、例えばここに9問足すと、まあ、午前と午後は人によって違うと思いますが例えば9問足すとこんな感じですよね、27問、まあ、そこに9問なかなか足せないですから、まあ、足すとです、ね、36になっちゃいますから、まあ、31ぐらいにすると、えー、これでまあ4問上乗せですかそうすると午後が27、これが現実的な目標です。午午前31問、午後27問。後 まあだから標準的な問題でまあ30、30ぐらいが分かりやすいかなと思いますがとにかくこの9問分の上乗せというものを択一で取る9問分の上乗せを一で取るということをしっかりこう認識をしていただければというふうふに思います。例えば、基準点ぎりぎり択一が一が基準点ギリぎりだと本当に記述が難しくなります勝負が。 なななかなか勝負が本当に難しくなりますどういうことかというと例えば午前が27問午後が22問これで基準点ギリギリでとりあえず8月は通過しました基準点ギリギリで8月は通過しましたというとどういうことになるのかというお話をしていきますよくそういうこと言われますよね予備校でも基準点というのはもうクリアした上でなるべく卓一で上乗せを取ろうこれよく合格点というふうに呼んでおりますが基準点プラス上乗せを取っていこう。 どういうことかっていうともしこれギリギリだったとしたらこの27.5を気イに載せなければいけない27.5を気イに載せなければいけないそうするとこの34.0にプラス27.5点を載せるとどうなるかっていうと点数が61.561.5点必要になりますで気イは70点満点です70点満点で61.5を取るっていうのは なかなか難しいと思いませんミスができないわけですよいや取れるかもしれないまあ確かにそうなんですけど後でやりますが下の方に書いてありますが期日の採点って2082人2082人この年はされましたけれどもその2082人のうちで61.5点61.5点取れた方は何位かというと期日で6位ですつまり卓一基準点ギリギリで受かるためには でで6位を取らなななけければいけないいととうことなんですねもう期日っていうのはもともと配点が少ないし280点のうち70点しかないしそれから標準偏差的な意味で団子状態だしもう人より結構得意だよって言ったってやっぱり10点上乗せとかそれぐらいなんですよだから確実合格のためにはやっぱり卓越で点数を稼いでいくというのがやっぱり現実的な作戦になります。 記述での逆転っていうのはなかなか難しいです。よろしいでしょうかね。逆にこれ以上の点数を択一取る必要はないんです。わかります。記述の最低点が三十四点ゼロは取らなければいけないので。記述で、例えば三十五問、三十五問、二百十点取りました。とか言ったからといって、じゃ、記述が楽になる方、は楽にならないんですよ。よく、うん、まあ。 消化試合といいますが例えばですねこれ35問、35問取ると210点いきますでは210点いくとほら合格点208点よりクリアしてるから期日が0点でいいかとそんなことはないわけですよね期日は最低34取らなければいけませんからこれ以上取ったところで期日は楽にならないということですねだからこれぐらいが現実的な作戦ですよろしいでしょうかということでまずはしっかり卓一の上乗せ卓一の上乗せ これを確実合格のために目指していただきたいというふうに思います。で、そのためにどういう作戦出ればいいのか、どういう講座を取ればいいのかということを考えてもらう必要があります。いいですか。なんとなく勉強を始めるのではなく、何が目標かっていうのをまずは認識してほしいというお話なんですけれども、ちょっとその下のデータ見ていきましょう。えー、令和3年度のデータ、3ページですが、まあ、14,983人出願して、 えー、11, 人この段階で、まあ、人数が80%ぐらいに減っております3000人ぐらいが出願しただけで受験していない、まあ、こ,うここでまずは20%の人が脱落してしまうということになりますねで次に基準点なんですが卓越基準点を両方クリアした人が2082人ですからここで17%に絞られちゃうんですよ。あの 択一の基準点クリアするだけでも結構大変だってことが分かると思いますこの試験何が大変かというと択一の基準点クリアするだけでももう20%以内17%上位17%に絞られてしまうわけですがさらにそこから上乗せが必要ですからねでちょっと見ていくとこの択一両方の基準点クリアした人が2082人いるえつまり期日の採点してもらえた人が2082人いるわけですがさらに の基準点をこ,こかららクリアした人が上位半分ぐらいで、さらに最終合格した人が613人ぐらいという形になりますでここで人数を確認していくと卓越両方クリアしたけれども既立の基準点クリアしなかったよって方が969人いますでこの中には総合点を上回ってる人もいます合格点。 合格点を択一プラス期日で上回っているんですが期日の基準点をクリアしませんでしたという形で、まあ、合計点とすればです、ね、例えば択一で満点ずつ取って210点ですとで期日が30点ですというとこれはもう200何十点も取っていて全線合格点より上なんだけれども期日の基準点でクリアできないという方もこの中には混じっているわけですね。もうかななりの優秀なそうですでさらに 全部の基準点クリアしたけれども合計点が届きませんでしたって言った人が500人いるわけですよ、まあ、ここでまず認識してほしいのはこの500人ってもう全て基準点クリアした上であとは合計点勝負の人が500人いるでこの人たちは不合格者ですつまり次の年の試験受けるんですよでこののの試験の難しさっていうのは この人たちがかなりもう先を走ってるってこと、こういう人たちと勝負しなければいけない、言い方悪いですけど、この500人はもう合格に足を踏み入れてるわけです、でそういう人たちとも勝負なわけですから、まあ、この試験が大変なのは、もうこの500人のいいですか、予約まあ、合格予約みたいなところまで行っている人が500人ぐらいいて、で合格者は600人ぐらいしかいないわけです。もう その人たちに混じって戦わななけければいけないんだもうかなり強力なライバルがもう1000人ぐらいは初めからいるんだよともう合格に足を突っ込んでる人がそれぐらいいるんだその中での勝負なんだということはまず認識していただいて、まあ、あのお説教みたいなことから始まっちゃいますが何を言いたいかというとこの試験とにかく大変なのでもう8月です今からしっかり勉強していただいてとにかくライバルは強いんだと。 まあ本気でやらないと受からない試験なんだということを再認識してほしいということなんですね。で、まあ、いろんな言い方がされますが、まあ、この試験というのはやっぱり本気でやらなければ受からない試験でもうこの500人もやっぱり本気でかかってきますですからしっかり作戦を立ててしっかり実行して本気で戦っていくとおいった勝負をしていただきたいというふうに思いますではどういう作戦を立てて勉強すればいいのかということをレジュメの4ページ以降でお話をしていきましょう。 まあ今回はまあ講,座にえまあ講座に頼らないというか受動的にならない独学力という形なんですがやっぱり勉強というのはある意味、独学が重要です、まあ、講座を聞いているだけでは勉強じゃないんですよなぜかというと4ページの頭に書いてありますが本試験が要求するもの、かっこ1番は論と書いてありますが法律の知識、まあ、正確な知識ですねそれから回答力。これ これですよねまず問題解くためには知識がなければいけないしその知識を頭から出したり時間内にこうどの問題解けばいいかって作戦を立てなければいけないこれがまあ得点力解答力ですがこれって正直自分じゃないと身につかないんです。講座っていうのは まあ知識を教えますよでもそれを覚えるのは自分でやらなければいけない一回講義を聞いて覚えられる人はいませんからそれをしっかり覚える時間を取らなければいけないし回答の練習というのは自分でやらなければいけない選択肢を読む練習だとか頭から引っ張り出す練習とかそれはもちろん予備校の講座ではこういうふうに覚えてくださいというやり方で知識を提供しますあるいは、登壇なんかを準備して皆さんの回答力を鍛える、えー、まあシステムは作ります。 でもそれを実際にやって力を自分でつけていかなければいけないんだということですからかなりこう能動的に勉強していかなければ受からないんですねだからまず大事なのは勉強時間を確保することですよねで予備校の講座をなんかを選ぶときに中上級者の方が気をつけなければいけないのはもう時間限られてますからその箇所分時間の全部を講座を聞いてるだけじゃダメってこと。 だからよく失敗する方がもうせたくさんです、ね、講座を丁寧に教えてもらいたいからつって回数の多い講座を取って復習時間が取れないとああいった形で何も身につきませんでしたということになってしまいますから必ず自分の勉強時間っていうのを取っていく暗記する時間、演習する時間ですねそれを計画に入れて講座を決めるとか。 あいうことを決めななけけければいけないわけです、まあ、とにかく、えー、その法律の知識それから回答力これを鍛えていくんだということをまずは認識してもらった上でえで、ー、この1法律の知識これを入れるのがインプットそれから回答力なんかをつけるのがアウトプットって形になるかと思いますがまず、括弧2番確実な合格のための目標というふうに書いてありますがまあ、先ほどの確認です、目標は確実合格することのできる得点を取ることです。ギリギリで受かろう ということも一つあるかもしれませんが、確実に受かるためにしっかり点数をつけていくというのも一つの作戦だし確実な作戦です。あの必ず来年受かってほしいんですよ。あのやっぱり一年でも伸びれば伸びるほどやっぱり少々として活躍できる時は減ってしまいますし、それから早くやっぱり受かった方がいいわけですよね。受験なんか短い方がいいわけです。 ですからなるべくもう確実に合格できる力をつけなければいけないこれが例えばなんとなくギリギリでいいやっていうことで何年かやれば受かるでしょうって,ってなかなか受かるものでもありませんからしかもこうくじ引きか何かやってるわけではないわけですからなんか運が良ければ受かるぞっていうことではなくどんな問題が出ても,もう来年、しとめようぐらいのお作戦でいかなければいけないだから目標はもう確実に合格できる得点を身につける確実に合格できる力をつけるこれがまず目標になります。 でもう一つ確認してほしいのがその下なんですが一で上乗せ点をカバーする先ほどお話した通りこの27.5点分を期日で取るのは大変ですからしっかり卓一で取れるようにしていくこれがまあ目標になります勉強の目標だからもう知識をしっかりつけることですで本試験で今年よく言われたのが「いや二択まではいったんです」「二択まではいったんです」っていうのを相談なんかでよく言われました 二択の勝負に負けました。何ですか二択の勝負ってあのなんか運かなんかと勝負してるんですか。あのこれ知識がなかったってことですよ。ですからまあもう一つはですねその二択の選択肢で五個の部なんかは全部の選択肢をなかなか見てる余裕がないでしょうからこれを見れば解けたのにっていうそのですね選択肢の判断ミスってのはあると思いますがそれを除けばやっぱり二択で負けたっていうのは知識がなかったってことだと思います。 でこれも前のガイダンスでもお話をしましたがやっぱりその選択肢を切るというのは知識です。もちろんその知識を A とか B とかに当てはめるということも必要ではあります。あこ,れこの知識を当てはめればよかったんだという当てはめ力はありますけどやっぱりその当てはめ力というよりは知識がなかったとっいうのが 話を聞くと一番多い範囲ですよね2択で負けた方の範囲はその知識がなかったってことがやっぱり一番多いですだからやっぱりその2択に負けたから点数取れませんでしたって方はその2択をクリアしなければいけないわけですからやっぱり知識をつけていくことこれに尽きるわけですねだからまあしっかり暗記の時間をとって覚えていくってことをしなければいけないで々のの試験っていうのは あこうやって勉強法とかの話が夏によくあるので皆さんもこうやって聞いてくれてるわけですけれども,もう勉強法というよりはしっかり覚えることですだからとにかく何か楽な方法はないかなと思ったら絶対受かりませんからしっかり正確に暗記するまあこれにつきますよねということでえそのしっかり知識をつけていくよくまあ法的な思考があればどうにかなるんじゃないかどうにかなりませんえ当日考えたところでうんなんかかわいそうかもしれない でもこっちの人もかわいそうかもしれないってなるだけですからこれは、えー、印鑑証明いるかもしれない、まあ、印鑑証明いるって洗礼を覚えてれば済む話なんですよしかもそれを当日、うん、分かるわけないんですだって洗礼っていうのはその洗礼が全然精度変わってないのにひっくり返ることもあるし判例変更だってあるわけですよねそんなの、えー、いくら裁判官がプロの法律家がもう考えていらないって言ったもの次いるっていうふうな判例変更されたりはするわけですよ でそんなのってリーガルマインドがあったって、うん、分かるものではありませんからしっかりまずは知識をつけるということですだから目標の一つとしては、まあ、しっかり正確な知識をつけていくということが目標になりますでは、まあ、そういうことを前提にじゃあ具体的にどういう勉強をしていけばいいのかというと4番具体的学習法ですが括弧1番まずインプットから始めるインプットから始めるというのがいいと思います で目標としては12月あるいは1月を期限にしっかりインプットを1回やろうというのが目標になりますまあ、1回転あるいは2回転インプットをしっかりやっていくということですねまあ、1回転でいいと思います1回転プラスその復習としてのアウトプットの演習ですねこれを12月あるいは1月というのを現実的な目標としてやっていく形になります だからレックの中上級講座でもまずはインプット講座を取るとどの講座も12月1月ぐらいまでに1回転すべての科目がインプットできるようになっておりますあとはその復習をどんだけできるかっていうのが可処分時間との問題になりますがまあそういうことですで独学でやる方もまずは年内にしっかりインプットしようって目標を立ててくださいでその下に書いてありますがインプットなくしてアウトプットなしということですねだから、まあ、よく、まあ 登錬を使って勉強しようって方もいると思いますこの時期からでもそういう方っていうのはまあしっかりインプットが自分でできるってことが前提になりますだからまずはアウトプットではなくインプットをこの時期は優先した方がいいだろうってことになりますどうしてかというと後でまたお話をしますがインプットをしておけばアウトプットは楽になりますで、例えばその下にアウトプット中心の弊害と書いてありますが今からそれはお話をしますけど例えば先生 先に過去問とかをどんどん勉強してでそれでテキストに戻ってあとで復習すればいいんじゃないですか過去問から出るってよくガイダンスで言われます私も言いましたし分析会でもやりました先生過去問中心に勉強したいんですけどこれインプットとして非常に遠回りの可能性があるんですねで過去問を解きますでそしてうんこれは何だったかな悩みますよ でもう勉強も久しぶり、で例えばもう今、8月の9日で本試験から1ヶ月経っています、あまり勉強できていないという方も多いですよね、結構忘れていると思いませんでこれ合格者でもそうなんです、公実試験に行ったら何も答えられない、私もそうでしたけれども、公実まで何も勉強しませんでした、まあ、皆さんに勉強した方がいいよと言いながら勉強していなかったんですけれども、何も答えられないんですよ。 本当にあのまず予備校の模擬テストですという答えられなかったですからね予備校の口実もしか何か受けて本当に分かんないですかとか言われたぐらいですから本当に忘れるんですですから今からじゃあ過去問やりましょうと言ったときに、うん、何だったかなと、うんまあ、下手な考えを休むに似たりで分かりませんで回答を見て、うん、そんなことあったかもとテキストを見てあそうだそうだみたいな形になっちゃうわけですよ。 つまり過去問でインプットしようってなったら問題解いて解説読んでテキストに戻るっていうのだけでインプットのの倍ぐらいの時間かかっちゃうんですねしかもそれがその下に書いてある通り網羅性がないので全ての知識が覚えられるわけではないで体系性がないので覚えにくいわけですテキストと違ってどの順番で出てくるか分かりませんから頭の中に知識が整理されてい続けできないんですよね。 この審査請求の中の,この申し立て人の分野だなとかそういうのが分からなくなっちゃうわけですそれからまあ体系的に理解できないということは丸暗記に陥るということの弊害もありますということでアウトプットを中心に勉強を始めるというのは非効率になりがちなんですね。だからインプット先行年内にインンププッットト先先行行です もちろんアウトプットも重要です。最終的には問題を解かなければいけませんから解く練習は必要です。でも順番の話でインプットを先やるとアウトプットが非常に効率的になります。例えば過去問やるときに問題が解けるわけですよ。でテキストにも戻りやすいわけですよ。だからまずはしっかりインプットを体系的にやっておけばまず網羅的に勉強できまます本試験でではどの分分野野かかから出出ててくるか分かりません過去問にない分野も重要であれば出てきます。 ですから、しっかりまずはインプットをすべての分野についてやった上で過去問の方に行けばアウトプットの勉強が本当に知識の確認で済むしあるいはそのまあ回答力を鍛えるって方に集中できるわけですよね。だからまずはしっかりインプットからやりましょうと問題解くのは今は時間かかっちゃいますが後でやれば効率的になります。もちろんその インプット講座を聞きながらじゃあ復習として問題をやろうとかインプットと並行して問題を解こうというのは非常にいいと思いますただ過去問中心にやろうというのはその土台がないにもかかわらずアウトプットだけやったって意味がないですよといった話になってしまうんだといった形になりますではインプットをやりましょうという話になりましたけれども括弧二2番インプットの際に気をつけることというふうに書いてありますがまず広く学習するこれですね 先ほどお話した通り、まり過去もの弊害として過去問に出てない分野とかもう昭和から久しぶりに出た分野とかそういうのもありますだから本試験というのはどの分野から出るかわからないしやっぱり高得点が要求される確実に受かろうと思ったらやっぱりいろんな分野をまんべんなく勉強していくもちろんそれは試験に出る分野試験に出る可能性のある分野に限りますけれどもその試験に出る可能性のある分野例えば民法であればもう 組合とか事務管理とか第三者のためにする契約だとか埋蔵物発見だとかそういうところまで含めてもうしっかり勉強していく必要がある例えばテキストなんかで勉強すればそれに載ってるわけですよ。 でも、過去問の中で勉強しようと思ったらあ昭和にいつも出てたのかとかそういう話になっちゃうわけですよね。だからまずはその昭和の問題まで行き着くのにどんだけ勉強時間が必要かって話になりますよね。でもテキストでインプットをやればそこは素早く勉強できるわけです。だからまずはインプットで広く学習するその時に、まあ、極,極度にこう絞り込まないことが重要です。最終的にに繰り返すためには まあ直前期にある程度絞り込んだ教材で復習するっていうのはありだと思いますが年内のところは広くちゃんとやることが必要です基本テキストを使ってしっかりやることでもちろんそこからメリハリをつけて1月から3月なんかでは触れてないってこともあるかもしれません1月から3月ぐらいは過去問とか当連中止になりますからあその分野久しぶりだねとかいうことあるかもしれませんがとにかく年内に一度やっておくことが重要でそうすると その当連やあるいは直前期の模試なんかで出てきた時にあその分野久しぶりそうそうそう思い出さなきゃっていう話で簡単に思い出すことはできるんですよ初めて直前期に見るっていうのは不安じゃないですかえそれやったことない分野なんだけど第三者のためにする契約なんて今までパスしてたわいや見るんやだなって言ってやんなくなっちゃうわけですよでも年内にしっかりやっておけば多少忘れたとしても思い出すことはできるようになります だかからしっかりまずは広く学習するということとですねだからとにかくまだ時間はあるわけですから年内のところではもう絞り込まないだって絞り込んだところが出ればいいけれどもどこから出るか分かりませんからしっかりまずはやっていく必要があります。ということですね。で次理由付けって書いてありますが、まあ、理解をするもそうですけれども本試験でしっかり思い出せるようにするためには理由をつけたり理解をしたりして 覚えややすすすすくくししてて思い出しやすくするってことですね本試験で思い出せるようにしなければいけないんだからちゃんと理解して記憶してでそれで思い出せるようにしていかなければいけない例えば勘違いをしないとかそれから、うん、どっちだったかなってならないようにするためにはちゃんと理解した上で記憶をしていくで理由づけをしていくそうすることによって勘違いを防げるし当日思い出しやすくなるって形になります当日思いい出せるようにしていくのが仕事です。 で思い出すってことなんですがこれ私、よく言うんですけど普段から思い出すように練習してください、受動的にならないような勉強法ってことは、復習のときにちゃんと思い出す練習することだから、これはどんなインプット講座を利用する方もそうですレックの講座もそうだし他社の講座もそうだしあるいは自分で本読んで勉強しようって方もそうですが必ず勉強の中に思い出すっていうプロセスを入れること。 例えば1ページを覚えましたあ要件と効果が書いてあったねじゃあ閉じて要件と効果を言えるようにしてみようかということを必ずプロセスの中に入れることが重要になります。ということで思い出せるようにやっていくで思い出せるようにするためにはその知識のフックが必要ですから理解があればあこの人こうだったからこうだよね、えーこ,れうん、こ,れこの書類つけないと困るからつけるんだよね理解があれば思い出しやすくなるわけですよね。 ただ気をつけなければいけないのはこの理解っていうのはあくまでも記憶のの補補助助思い出すための補助にすぎませんだから最悪理解なんかできなくてあっていいんですよ覚えてれば例えば教託法の洗礼とかなんか全然理解してないけどいつもこのこの事例出るとこれ教託できるよね丸やっぱりできたみたいなこれでいいわけですよね。 囲むと全くこんなシーンがいつも出ててきますから教なんてだからあくまでもこの理解が大事ですよっていうのはもうたくさん覚えなければいけないからそのためにはやっぱりほとんどの知識は理解しておかないと思い出せないよねって話なんですけれどもどうしても理解できないものについては例えば語呂合わせでもいいし強引なもう自分なりのもう嘘理解でいいですよ。そんなな話になります というわけであくまでもこの理解っていうのは記憶の補助なんだというふうに思ってくださいここも中上級者の方がよく陥ってしまうんですが理解が大事だよっていうのは言われると思いますし分かりやすい講義をやりますよなんて予備校が言いますそうするとあこれ分かんないんだけどで専門書で調べたりあるいは 質問したりとかしますけれども果たしてそれ理解する必要があるのかっていうといやそれは分かんなきゃ覚えればいいじゃないかってところも結構多いわけですよねだから目標を見失ってはいけないよくこう質問することが重要だと言われますがまあ本当に重要かっていうとそれは分かんないところは質問していただければいいし私も質問にはお答えはしますがただ例えば全然問題を自分で勝手にいじった事例を質問してくるだとか先生これなんか。 なんかしっくりいかないんですよねみたいなああいう形の本当にこう学問的な理解を求めたりとかああいうふうなことをしてもやっぱりそれは全く点数に影響しないことが多いですだからその目標というのはあくまでもその知識を覚えることであっていやこの洗礼とこの洗礼の整合性っていうのはどうなってるんだろうかとか言って研究をするためではないんですよでこの辺り本当に深みにはまっちゃう人が結構多いです ですから、マ、まあ、レックの質問制度などというものについても、えー、そういうところもあってですね、いろいろ改良していこうって話にはなってるんですけれども、まあ、とにかくですね、そういうところの深深みにはまらないようにっていうことが一つ必要になります。理解が重要だとて言っても、あくまでもそれは補助輪なんだ、ああいった形になります。もちろんあの質問にはお答えはします。で、レックでも質問制度変わりましたから、まあ通信の方には私自身が 動画でお話をしますしあとは Zoom とか生講義の方は、えー、と火曜と金曜の講義だと思いますので金曜日は5時半ぐらいからです、ね、質問を受け付けて え質問タイムとといっった形にしようと思ってますちょっと Zoom の方は電話とかで質問する形になると思いますので、えー、Zoom の方とかあとは生で来た方をどう,こう整理していくのかってことはちょっとスタッフなんかとまた打ち合わせをしなければいけないんですけれどもちょっと時間で分けるかとか、えー、とにかくそんな形で質問にはお答えはしていく形になりますが、えー、ただ今言ったようにまあ質問すればいいというものではないぞといった形ですねあとは一番下試験に出る形で記憶する。 でこれも勉強に慣れてる方は大丈夫と思いますがテキストを試験に出る形で覚えるだから例えば入れ替えやすい言葉については例えば1ヶ月を3ヶ月にしてくるだとかできるできないだとかそういうところが入れ替えられるなってところをしっかりこう意識することが必要ですでもし年内に過去問を解くとすればその過去問を解いてどういう形で知識を抑えておけばいいのかなっていう、えー、聞かれ方を見るということが一つ大きな目標になります よろしいでしょうかでは、そんな形になりますね。では、そのようなインプットの話をしてきましたけれども、インプットにおける科目別の注意点というものを5ページで少し見ていきます。まあ、もちろん、これは私の講義でも、一つ一つの講座の中で、講義の中でまた全部注意はしていきますけれども、ちょっと大雑把にお話をしていきますが、5ページのところを見てください。まず、憲法です。頭からいきます。憲法においてはもちろん 統治を中心とする条文ですねこれを押さえておかなければいけないまあ、人権についてはもちろん条文は重要ですけれども、えー 学問の自由はこれを保証するって条文を覚えたからといってそれが選択肢の一つになるわけではありませんからで学問の自由で何が保証されるかっていう中身が重要ですけれども統治に関してはもう条文がそのままで出ていきますから国会内閣裁判所以降のですね条文についてやっぱりしっかり条文のレベルで確認をしておく、まあ、テキストにも条文の形で書いてあると思いますからその条文知識というものをテキストあるいは六法なんかでしっかり押さえていくことが重要になります。 やっぱり条文が、そのまま出てきたときに丸ががつけられる条文が言葉変えられたときに分数とかも国会なんかありますから変えられたときに×がつけられるというものはやっぱり基本中の基本になりますのでそれはしっっかりりやっておく必要があります、まあ、憲法なんて条文が少ないですから、まあ、条文を統治に関しては例えば2週間に1回とかそのまま音読するとかいうことだっておすすめです。 まあ基本的に条文6法ですねそのまま読む勉強っていうのがいい勉強なわけではないですが、まあ、統治に関してはまあ条文を時々音読するとかああいうこともいいかなと思いますで次、丸2は判例ですで憲法の判例の押さえ方っていうのは結論だけでなく審査基準などもしっかり理解しましょうってことになりますで民法なんかは結論が分かっていればいいんですよ、えー、この人は請求できるとかできないとか。 でも憲法に関しては違憲だという選択肢が違憲で罰になったりします。今年も出ましたよね審査基準が違う存続殺重罰規定に関しては目的が不当だから違憲なわけではなく目的は正当、えー、存続を敬うという目的は正当なんだけれども手段として著しく不合理だから違憲なんですよ。でも目的が不当だから違憲あ違憲だかからら違違憲憲じゃなくて いや考え方が違うから罰考え方が違うから罰こういう問題が出てくるんですねだから憲法に関しては結論を押さえるだけではなくてその審査基準という考え方これまでしっかり押さえておかなければいけないどんな審査基準を使うのかその審査基準のどこで違憲になったのかだから本試験で違憲なものが合憲って書いてあればもちろん選択肢は罰ですよでも違憲違憲で罰とは限らない 違憲で罰とは限らないということですね、ここ注意です。で、それから学説の理論、あの最近の本試験では私よく民法ではあの昔は学説問題をどうやって解くのかなんてことも教えておりましたが、もう民法では学説問題はほぼもう絶滅したと言ってもいいかと思いますが、憲法は難しいですね。 で憲法もここ数年は出てないけれどもやっぱり、過去問の半分ぐらいは学説問題ですから、まあ、憲法に関しては確実に合格できるためには過去問に出てるレベルでは学説はやったほうがいいだろうと思いますもちろん、可処分時間との兼ね合いであのちょっと時間ないんですけどもう本当に忙しくて忙しい中でやらなければいけないんでどこか省かせてくださいといったらこの学説は、まあ、パスをしていく候補の1つだとは思いますが。 確実に受かろうと思ったらやっぱり学説の理解とというところも憲法に関してはまだ必要かなというふうふには思っておりますただ憲法の学説っていうのはきりがないですけれども過去問に出てるものもう塩書省のテキストに出てるもの私も V マジックでこれは重要だよっていうものは書いてありますからそういうものだけで構いませんからしっかり押さえておく特にこの憲法の学説の難しいところっていうのは民法の学説問題 A 説 B 説があって A 説の理由に当てはまるものはどれか民法では考えれば結構わかるんです A がかわいそうだからあこれは公説だなとかわかるんですよでも憲法の学説問題ってもう憲法って学問が交渉すぎて現場で判断してもわからないことが多いです事実行為による人権侵害が救済されない知らなきゃわからなくないですか <laughs> ということで それが間接適用説への批判だって言われたって知ってれば分かりますけどそんなの考えてわかるもんじゃないですよねだから憲法の学説っていうのは覚えちゃうことですね憲法の学説はテキストの理由付けとかその学説の理由学説の反対意見とかそういうのを覚えることというのが憲法の学説の勉強になります現場ででで考えてわかるものではないってことこすね 次民法に行きましょう民法はやっぱりまず条文、まあ、ただ条文読めっていう話ではなくテキストで条文レベルの知識をちゃんと身につけましょうってこととあとは判例ですよねで。民法に関してはやっぱりよく出るよく出るとか試験に出る判例,試験に出る判例の結論これをしっかり知らないといけないでこの場合には例えば専有改定でいいのかとかこの場合には 悪意でいいのかとかあそういう風な判例がたくさんあると思いますからそれをしっかりやることそれは判例がそのまま出る可能性もあるし事例化してくることもありますが聞かれるのは条文と判例ですだから判例の結論を試験に出るものはしっかり抑えていくその試験に出るものっていうのをテキストなどでしっかり抑えていく必要があるわけです譲渡担保についても判例は出ますからね でその下、出題実績の少ない分野も軽視できないということになります。御前の部は、やっぱり民法で稼いとかなきゃいけないわけです。憲法で落としてしまうっていうのは、まあ、取ってほしいと思ってお話をしてますが、えー、相談なんか見ると、憲法ではやっぱり1個落としちゃいましたっていうのは、普通の話だし、刑法なんかでも落としてしまうっていうのはよくある話ですから、民法で落としている場合ではないっていうのはあると思います。だだだだかかか、か、ら民法にに関しては、はさっっき言たた組合だととと事務管理だとかあるるいは第三者のためにする契約だとか そういういものにあとは種類債権なんかについてもいや今年は出ないだろうって勝手に決めつけないでやっぱり幅広く勉強していかなければいけないだろうと思います担保物件についても低等権ね定等権だけではなく先取り特権とかそういうのも普通に出てますからねそういうのをちゃんと過去も見ればわかるわけですからしっかり出題実績の少ない分野も1問出たらそれ3点なんですよ。 もう重要な分野から1台出たって重要じゃない分野から1台出たって3点は3点なんですしっかり点数取らなければいけないですよねでは次です、刑法刑法はやっぱりまず刑法、格論についてはまあ構成要件をしっかり押さえていくと、まあ、条文読むということではなくまあしっかりテキストで押さえていきましょうということです。 あとは判例ですよねもちろんただ刑法に関しては判例たって判例集読むというよりはもう過去問論点中心ですもう財産罪とかそういうものが出れば過去問でほとんどカバーしてますからやっぱり過去問レベルのものをしっかりやっていきましょうという形になります、まあ、あとはさっきの幅広く勉強しましょうということなんですが刑法は3問出題されますが各論が2台出題されるとすると1台は よくわかかららない犯罪からやっぱり出てきます今年でいうと強制性交等罪なんかが出てきましたけれどもそういうところもどれだけカバーするかなんですがやっぱり点数を取るためにはやっといた方がいいと思いますですからよく財産罪だけやればいいですよって言いますがそうじゃないです財産罪プラス、まあ、財産罪例えば窃盗強盗詐欺横領ぐらいから1台出るとしてもう1個は。 まあ、例えば今年の強制成功ですけれども、まあ、国家的法益のところやいろんなところから出てくるわけですねだからそれはやっぱり基本のところはしっかりやった方がいいと思いますで財産罪は判例がたくさんありますがそれ以外のところっていうのは判例も少ないし、まあ、資金出る判例は少ないしもう構成要件とかそういう基本が中心になりますからちょっと1回やったかやってないかでかなり差がつくんですよ 例えば V マジック私が書いているテキストには強制性交等罪もそれから、えーまあ、強制わいせつについても載っていたし今年出た強制わいせつの判例については例題まで作って解説してありますだからそれもやったかやってないかですよねで本当に深い理解はいらないです今年の強制成功等の問題も、まあ、構成要件とそれから判例変更その構成要件については改正点ですよだから、まあ、いい問題なんです実は。 ということで、まあ、しっかりやっていたか、まあ、しっかりというか、一度目を通したかどうかぐらいで結構差がつく論点だと思いますで、刑法で落としている場合ではありませんから、どの犯罪から出ても分かるように、やっぱり、その構成要件という基本のところですよね、それは幅広く勉強していく必要がある、もちろんその水理について、まあのの、水のです、ね、ところとか、あるいは往来の犯罪だとか、そういう、もう本当に重要性がないというものはいいんですけれども、やっぱりそれは、 過去で一度は出たことがありますとかテキストに載ってますとかそういうレベルに関してはやっぱり幅広く勉強しておいた方がいいだろうというふうに思います次会社法商法ですがこれはやっぱり条文ですねで会社法にも判例はありますただ判例を知らなければ解けない問題というのは基本的に出ないですね過去も見ているとですから基本的には条文レベルその条文が大変なんですけどその条文レベルのことをしっかりテキストでやっていきましょうって話になります 特にに改正点、これがよく試験に出ます。平成26年改正なんかは本試験大好きですよね。で令和元年改正は本試験あんまり好きじゃないようで2年ありましたがまだあまり出してません。今年選択肢の2つ株式交付と成年非後見人の取締役の結核自由の改正だけが令和元年改正から出ましたがまあ。 で平成26年改正もそろそろ出し尽くしますから令和元年の改正も出てきておかしくないですからその辺りもしっかりやっていきましょうねで今度令和元年改正、えー、新しく施行される分野もありますからちょっと今日それを解説していきたいというふうに思いますあとはそうです、ね、会社商法についてもやっぱり幅広く勉強していく例えば株式の担保化というのがありますがあることし出ましたよね あああいいいうのもややっっててるかやってないかなと思いますあれ私も V マジックなんかには株式の担保化っていう項目作ってありますだからやってある人はやってるんですよでしかも今年の問題よりももう一段ひねってきてもいいような解説をしてありますだからそれもちゃんとやってれば実はできる問題だったああいった形になりますねで過去問に関しては平成18年以降ですそれ以前の過去問についてはもう商法時代の過去問ですから中身が違うんですよあの もともと出してる法律が違いますからねそれをいくら新しい法律で解説したところでそ,そこ重要じゃないのになんで突っ込んでくるんですかみたいなそれ当たり前でしょうみたいな問題ばっかりになっちゃってあまり役立たないわけですだから、去問に関しては会社法に関しては平成18年以降、まあ、古いのをやるとすれば商法分野ですね商法分,分野については、まあ、改正が影響を受けておりませんから古いのも OK です。 で次、午後の部に行って、民訴・民質民法・教託に関しては、まあ、まあ条文、判例と書いてありますが、一番大事なのは過去問です。まあ、その条文、判例も過去問で大体聞いてます。特に、えー、この民質民法・教託あたりに関しては、もう過去問やってれば、基本的に点数が取れますので、えー、本当に過去問が重要になります。覚えていればいけますからね、ここあたりは。まあ 覚えていけばいけるから直線でいいでしょってわけにいきません。年内はちゃんと一度やった方がいいですね。直前期に今までやったことを思い出すことはできるかもしれませんが、ゼロから勉強することはなかなかできませんので、年内にしっかりやっといた方がいいということになります。あとは資料書書なんかも過去問でいきます。その後不動産登記法、商業登記法なんですが、まあ、条文先例と書いてありますが、 不東京はまるに総論分野も手を抜かない商業登記法まるに株式会社以外の分野も手を抜かないと書いてあります。でここもまあ認識をし,してほしいんですけども記述はできるけれども択一ができないっていう登記法のよく相談がありますがそれはやってないことが多いんです。ででも記述きるから 一生懸命勉強してるんですでも択一になると点数が取れないんですよねって方は択一のが範囲が広いってことをちゃんと認識をしてそこをやってるかかどうかですそこに書いてある通り株式会社だけでなく持ち分会社まあこれ今年規制で出ましたけれども、えー、普通は出ない分野ですよね一般法人総論分野個人承認だとか外国会社だとかそういうのが 卓一ででは出てくるわけですよだからそういうところをしっかりやっておかないと択一では点数が取れません不動産投機もそうです不動産投機で所有権とか、まあ、定当権とか値定当権とか場合によっては栄益権ぐらいはあとは信託とかはやると思いますがそれ以外の権利や分野だって択一では出てるわけですよねというわけで択一が苦手だって方はやっぱり範囲を広げてしっかり全分野の勉強をしていく必要がありますまあ皆さんが出題者だったらそうするはずです 例えば8問商業登記出ますけれども役員変更それから株式、うん、それって期期日日でで聞聞けるよな、うん、期日で聞こうじゃあ期日で聞けないところを択一で聞こうってなったらじゃあ持ち分会社から出そうか一般法人からも1問出そうかって話になって期日で重要な株式会社の登記が問題がそんなに作られないっていうのは納得できるはずですよね。 だ設立なんていうのは択一でよく出ますよね。期日で出ないからというわけで記述で出ないところはやっぱり択一で出してくるので記述が得意だから択一が得意ってわけにはいきません。あと商業登記でいうと商業登記で点数が取れない商業登記で点数が取れないって方が最近原因としてまあ判明していくのが午前の部の会社法の知識。 で商業投機特有の知識ではなく商業投機で株主総会議事録がいるっていう問題で株主総会決議がいるかどうかっていう,もう会社法の難しい知識を聞いてきているという選択肢も結構多いんですねでこれは別におかしいことではありません株主総会決議が必要だっていうのを株主総会議事録が添付必要だって言えばそれは午後の部の問題になるから。 とということで午前の部の会社法ので勉強しなければいけないことを午後の商業登記で聞いていてこの商業登記で午前の部の会社でも聞かないような、まあ、難しい会社法の知識を聞いてくることがあるのでちょっと商業登記の勉強が苦手だって方は会社法の勉強をちゃんとやるということは認識した方がいいかなという,ふうに思います。あと 今改正、改正って言いましたけれども、まあ、民法の改正はしっかり早い時期から取り組んでほしいですがそれ以外の改正についてはそんなに意識しなくて大丈夫です、そんなに大きな改正ではありません、まあ、予備校なんかでよく改正だとか言って、まあ,あの煽ったりすることもあるかと思いますが。 まあそんなに大きな改正ではありませんから、まあ、改正以外のところの勉強ってやっぱり重要なので改正、改正というふうに煽られないで、まあ、しっかりです、ね、地に足をつけてやるべきことをやっていくということが重要かというふうに思いますでは5ページの下の方次アウトプットの話にいきますがアウトプット過去問とか答れでしっかりアウトプットしていく必要がありますあもちろん今インプットからって話をしましたがインプットの勉強している時にも 知識を思い出すすすってて練習は入れておりますからある意味アウトトプットですね例えばアウトプットは頭から出す練習だとすれば本を閉じて覚え思い出そうとすればそれはアウトプットですよ問題解かなくたってアウトプットはできますただやっぱり問題解く練習は必要なのでその後にアウトプットに行っていく早い方であればその講義と並行してで、えー、まあ年内もしインプットで忙しければ無理に過去問を時間作って解くよりは 暗記の時間インプットの時間を一度はしっかりやってほしいと思いますがそっち優先でいいと思いますですからまあちょこっとアウトプットやるのはバランス的にもいいと思いますがどうせ後でやるので後でやれば効率的に先ほにできるのでまずはインプットの時間をしっかり取るというところですよねまあとにかくだから講義と並行してあるいは1月以降ちょっとアウトプットをやっていきましょうって話になります 予備校の講座を使っていただければ特にレックなんかでは1月以降まず登練が科目別で始まりますからその科目別の登練に合わせてアウトプットの練習が1月以降することができますで6ページ過去今過去問の使用法なんですけれどもこの過去問の使用法というのがこれが人によって違います一般的な話をしていきましょうまずあまりですね、えー、まだ過去問やってないよって方は めはめ読読み物とと思って読むといいですねある意味、インプット教材特に年内から過去問取り入れようという方は初めから解いてしまうと時間かかっちゃいますから初めは読み物ですね、えー、2つ目に書いてありますが解かないいででで読むぐらいで、OK、です先生、それで覚えちゃったら問題はもったいなくないですか、まあ、覚えたっていい覚えるためにやるんですからですからあの過去問というのは、まあ、本試験でもよく出ますよね、えー、難問。 過去問だけで取れますかっていうのは前回のガイダンスとかでもやりましたがそうすると過去問が覚えてれば解ける問題も結構あるわけで覚えちゃえばいいじゃないですかですからよく出る洗礼集よく出る問題のコレクションみたいな感じで読んじゃうというのは一つあると思いますそうするともう本当に考えて5分考えてわからないよりはあ,あこういう問題出るのかっつってえ覚えちゃった方が早いですからまあ読み物というふうに やっていいいいければいいかなとううふうに思いますもちろんレベルにもよりますけどねもう覚えてもいいんだよといった形ですでその下解説は読まない解説は読まないこれもまあ過去問を解く時のテクニックの一つで解説って時間かかるんですで知ってる例えば会ってたときに多分知ってること書いてあるんですでそれを読んで満足すると もったいないんですよなぜかというと、えー、これは取り消すことができるあ丸取り消すことできるもん覚えてるからもういいじゃないですかで解説読むと何とか何とかは取り消すことができるよって取り消すことができるあやっぱりこれ時間の無駄ですよねだから時間のない中でもう仕事しながら育児しながら介護しながらもう本試験まで時間がないその中で過去問を使うってなったらやっぱり解説を読まなくても OK ですだから解説はあまり利用しないってことでいいと思います せっかくく書いいいててあるのに使わなくていいんですかそれは4千出して過去問買って4千取り戻すというよりは受かるためにやってますからね過去問を使い尽くすためにやってるわけじゃないんですよですから解説は読まないでその代わり分からなかったらテキストに戻る方がいいと思います最終的にこのテキストでやっぱり覚えるんですよ過去問集って覚えにくいですだってどのページも同じ形してないですか だから知識というのはやっぱりテキストに乗せて覚えた方がいいので解説ではなくテキストに戻ってその戻るのが早くできるようになるとやっぱり勉強進んでくるのでテキストに戻って覚えるとそうしてテキストを使い尽くすと言った方が覚えやすいかなというふうに思いますだからインプット先行がいいんですよテキストである程度どこに何が書いてあるか分かった上でインプットの方に行くとあるいは並行していくって形ですでその下 キーワード、論理を抑える事例の当てはめ力の要請で過去問を解くっていうのはその過去問文章を丸々抑えるわけではなくてキーワード、論理これを抑えていく必要がありますつまりその知識っていうのがどのキーワードがあればどのキーワードが重要なキーワードかということですよね差し押さえ前、差し押さえ後なのか、えー、あるいは、うん、配信的逆意者ってキーワードなのか。 どのキーワードがあれば、どの判例、どの洗例を呼び出せるのかということです。例えば、本試験で窃盗罪がありますが、ガムとかガムを盗んだ、おにぎりを盗んだ、ガムとかおにぎりはキーワードじゃないじゃないですか。 何盗んだって一緒ですよそれは小さなものか大きなものかの違いはあってもそれよりもレジを通過したとかそういう方が重要なわけでじゃあこの判例ってこれがキーワードだなってところをしっかり押さえていく必要がありますだから過去問っていうのはとにかくその問題文が大事解説ではなく解説は あのどうしてもテキストのどこに戻っていいかわからないとか、全く理解ができないときの補助として使えばいいのであって、基本的には解説っていうのは使わなくていいかなということ、その代わりテキストに戻ったり、あるいはキーワードを押さえていったりといった形でやっていくといった形になります。で、このキーワードが押さえられていれば、判例が探しやすくなります。つまりどういうことかというと、後でまたやりますが、その次でやりますが、本試験では選択肢を 午後の部であれば時間ないですからどの選択肢を検討するかってことを考えなければいけませんがそのときにキーワードがやっぱり目に入るんですねそうするとあこのキーワードがあるからあの判例だっていうふうに引っ張り出せればこれ解けるって言ってその選択肢から解けばいいわけですよだから、えー、過去問やるときに、えー、このキーワードを抽出する練習というか抽出して押さえていくということが重要ですよねよろしいでしょうかであとは 過去問を先生やりたいんですけど一問一答の過去問もありますし五択の過去問もありますがどっちを使えばいいですかって質問がありますが今のお話で分かる通り使い方とすれば別にその五択の練習をまずやろうということではありませんので一問一答集でも五択でも使いやすい方でいいかなと思います。まあ、この時期であれば一問一答集が 一つ一つの知識のチェックという意味では使いやすいと思いますから、まあ、それでもいいですしあるいは5択の問題集だって組み合わせを借りなければ一問一答集として使えますからそれでも OK ですね、まあ、この時期は一問一答集として使えばいいですでそのお金の問題もありますから5択の問題合格像みたいなのを買っておくと 直前期は五択の組み合わせを解く練習としても使えますしこの時期は一問一答集としても使えるので一石二鳥ではありますよねだからまあこの時期は一問一答集で直前期は五択の問題をやるっていうのでもいいですけれども、まあ、基本的にはどっちでも構いません使いやすい方でいいかなと思いますだから最終的には五択の練習が必要ですもし一問一答集使うのであれば一問一答集をこの時期やって直前期は年度別な過去問で五択の練習と時間配分の練習を兼ねるとかでも OK です だからこの時期はもう一問一答的に使うという知識の確認キーワードの確認ということですから、まあ、どちらでも使いやすい方を使っていただければ結構です5択、まあの問題を買えば二度手間ではありませんが一問一答集を使った上で直前期に年度別過去問で練習するということでも OK ですからあその辺りは使いやすい方自分がこれでいいよという方を選んでいただければいいかと思います、まあ、一問一答って使いやすいことは使いやすいですよね、えーもう 一問一問が単位ですから、どっから始めてもいいし、あの大学受験なんかでもなんか英品とかそういうので一問一答的にやってた方も多いと思うので、あの世界史の一問一答集とか、ですから使いやすいと思いますから、そういうのでもいいです。まあただあの一問一答集って種類がそんな多くないですから、なかなか工夫されてるとか自分の思考に合うものっていうのはなかなか難しいかもしれないですよね。例えば一問一答集が例えばよく出る 毎年のように出る問題であれば五択の問題を解くと何回も解くことになっておこれよく出るじゃんって覚えられますが一問一答集で同じ問題だと1回しか載せないっていうタイプだとやっぱりあのどれが重要かどれが重要じゃないかって分かりにくくなりますよねだからそのあたり工夫されてる過去問集というのはなかなか、うん、作りづらいと思うのでなかなか存在しませんので。 まあそういう意味では5択のが使いやすいかなというふうには思いますが、まあ、そのあたりは本当に自分で書店なんかで見て選んでいただくしかないかなと思いますではその次、各5番です今度はもし当連の活用法というふうに書いてありますけど、まあ、最終的にはですねインプットのほかにアウトプットというか得点力これを身につけなければいけませんのでもし当連なんかを使っていく必要があります回答力を鍛えるとかですね選択肢をどこから読んでいくのか 時間配分の練習とか、ここういういいとですあるいは難問が出題されたときの対処法とか、まあ、こういうことをやっていく必要があります。まあ、これは本試験が近くなったら、またいろんなところで聞くし、私もですね、えーまあ、3月ごろの公開講座なんかでよくお話をするんですが、まあ、選択肢、午後の部なんかでは全部見てる時間ないですから、さっき言ったキーワードなんかを瞬時に見つけていただいて、解ける選択肢をしっかり見極めること。短い選択肢や 過去問で見た丸々の選択肢なんかですから「あの」あから見ていって「あ」が「まる」「い」が「まる」とか言って「一番丸まる」って言って次に行くわけじゃないんですよ「あ」から見ればいいわけじゃなくて分かる選択肢から見るでそれを判断ミスすると「ああ」「見てればできたのにってなりますよねだから一応目を通すわけじゃないですけど全部こう、えー、眺めていただいて解ける選択肢をやっぱり探すことですでそういうい練習って 時間を計って解かないとできませんからしっかりえもし当連で活用していくって形になりますでもちろん過去問でもできますから、えー、知識を身につけた後の過去問はそっちの方に、えー、どの選択肢から見ればいいのかっていう演習に移って形になりますだから過去問っていうのは最初はインプット教材で、えー、確認教材それから最後は解答力を鍛える教材なんかに少しずつこう味が変わっていくんですねあとは当連なんかは1月以降はペースメーカーとして使うといった形になります 特に1月から3月の登壇は科目別ですからその科目別で,いいですか年内に身につけた知識を1月以降に再確認ができますで受かるためにやっぱり繰り返しが必要ですから年内にインプットでやるで1月以降、登壇に合わせて1周するで4月以降、また3週ぐらいすることによってもう繰り返しができますだから、この1月から3月に関しては登壇をペースメーカーにしてもうしっかり1回転してしまうってことが重要です。 予予習習習型型型と復ががありますす一般的には予習型がいいですあの中学生とかで一夜漬けですごい勉強しますよね明日テストだっつったら日本人とか覚えるじゃないですかそれと同じように1週間後に民法、法則と物件だった範囲が決まっていればしょうがないそこやるかって嫌でもやれるんですだから集中力が高まります。 だからもう自分で覚えなければいけないと言いましたがその覚えるモチベーションのためにも予習して1週間後の試験で満点取ろうぐらいのつもりでもう毎週毎週一夜漬けそういうふうに勉強しておくともう1年後というか半年後の試験を目指すよりは1週間後の試験を目指した方が本気でできるんですよだから、この当練を利用して成績が上がる方多いですがそれは毎回当練を締め切りにして一夜漬けのつもりで勉強しているからが予習型がいいです。 ただ、もう初めから高得点の方さっきの500人じゃないですけどいいいいう方は復習型がいいかなと思いますね、えー、予習型でやって本試験がもうし、あその模試が,当練が楽にいっちゃうよなんて方あまり意味がないですから。 もうそこで知識の確認をするぐらいのつもりでやっていただくといいかなと思いますから、まあ、一般的には予習型がいいかなと思いますがもう、えー、倒れなんか余裕だよって方は復習型にしていただいて穴を見つけて埋めていくという作業でいいかなと思います。 あとは記述問題を解けるようにするためにということなんですが、まあ、記述問題のどこができないのかということを必ず認識をする記述問題というのはもう基礎知識プラスひな表現の部分とそれから解放の部分に分かれますがどの部分が苦手なのかを知ってしっかりそれを埋めていくひな形はどんどんやったほうがいいですで私も携帯視書士というひな集を出していますが上にちっちゃな問題があって下に回答がありますこの回答をしっかり書けるようにしていく とということは早い時期からやってくださいで年内はインプットと言いましたがそのインプットに合わせて規律の練習としてはまずはひな型からひな型をしっかりかけなければ解放の練習できませんからねですからまずはあの解放の練習をできるようにするためにひな型をしっかりやっていくということこれを年内の段階ではしっかりこなしておいていただければという,ふうに思いますでは7ページの方に行ってください改正 ワンポイント講義といった形でお話をしていきますが、まあ、これはですねちょっと改正点、まあ、そんなに怖くないよと言いましたが、えー、と民法が大きな改正がありますが不動産登記もまあ3点ほど。 ちょっと知識を載せなければいけませんがそんな恐れることはありませんで。会社法で1つ大きな改正がありますからそこだけちょっとお話をしてあ改正怖くないなという,ふうに思ってほしいという,ふうに思うんですねあとはもう1つは改正ってそういうふうに勉強すればいいんだなというふうに分かっていただけるかなと思いますので改正点についてちょっとお話をしていきます。実は会社法の改正って2つです。 令和元年会社法改正というのがあってそれはもうほとんど施行されていますが今度の9月から施行されるつまり次の試験から出題される会社法の改正が新しく入る分野としては2つありますつまり、えー、今年の試験を目指して勉強している方はまだ勉強していない来年に向けて勉強する方は初めて勉強するそういう範囲が2つあるんですね 改正は同じ時期にされましたが施行が先延ばしされていたものが2つあってそれが施行されるようになりますそれが株主総会資料の電子提供制度でもう一つが支店所在地における登記のせ廃止丸2番は簡単です今まで例えば商号変更などを本店に申請した後に支店所在地にも申請していかなければいけなかった支店には まあ、登記事項がほんのちょっぴりしかない、まあ、私はミニ登記簿と呼んでいるものですがそれが存在し,てしましたがそれが廃止されましたこのインターネットがある時代で支、えー、店所在地ごとに小ちさちな登記簿を置いておく必要はないだろうということになったわけですねだからそれが廃止されましたというのは難しい話ではありませんもう本店にしか申請しなくていいわけですだからこれはもう大丈夫でしょうでカッコ2番に行ってください株主総会資料の電子提供制度これについてお話をしていきます これ何かというと、丸一番の意義のところを見ていただければと思いますが株主総会資料の電子提供制度は取締役が株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し株主に対し当該ウェブサイトのアドレス等を株主総会の招集通知に記載するなどして通知した場合に株主の個別の承諾を得ていないときであっても取締役は株主総会の資料を適用に提供したものとする制度。 あのまあ、株を持っている方は株主総会で資料が送られてきますよねあれって印刷費や郵送代がかかるのでじゃあ株主総会資料ってウェブアップして送らないってことでいいですかっていうとこの改正によって良くななりましたってことなんですでポイントは上から3行目株主の個別の承諾を得ていない時であってもって書いてありますが今までも株主の個別の承諾を得ればできたケースはあるわけです。 で株主の承諾を得れば書面による株主総会の招集通知を電磁的方法によることができるって規定が299条3項にあってでその場合には資料も電磁的方法で送れるんですだから株主が「あ僕インターネットできるから招集通知書面じゃなくてインターネットで送ってくれればいいですよ」って株主が承諾をしてくれた場合には資料もインターネットでできたんです。 まあ、それが二百九十九とか三百に書いてあります。で、この電子提供制度を採用すれば。今度は株主一人一人にオッケーもらわなくても。あ、うちはウェブサイトに資料をっけますから。ウェブサイトに資料をっけますからっつって、載せた上で。載せた上で。ほら、二行目、ホームページとのウェブサイトに掲載して。これでオッケーなんです。焼酎通知はもちろん言いますよ。今、この。 資料を載せただけですから、招集通知を送らなければいけませんが、招集通知にこのですね資料をつけなくても良くなりましたってことなんです、これでもう、招集通知っていう薄っぺらいものを送れば良くなったよって形になっていくわけですでは、丸2番、試験対策として制度を採用できる会社は、株式会社は電子提供措置を採用することができます。 公開会社か非公開会社かに関係なく当該措置を採用できるこれ公開会社に意味がある制度ですが非公開会社でも採用できます非公開会社ででも採用できます振替株式発行会社は義務付けられてるんですがそれはまあ会社法の話ではないので今回はいいでしょうとにかくまあ会社法上公開会社非公開会社に関係なくこの措置を採用できます ただだ番見てくださいここからがポイントで株主総会資料の電子提供措置を採用するにはその旨を定款に定めなければいけないこれは定款に書かなければこの措置を採用できませんつまり定款にこういう措置を取りますよこういう電子提供措置をうちの会社取りますよって言ってないのに勝手に載せて株主の承諾も取らないのに勝手に載せていやもう載せたから送んなくていいでしょってわけにはいかないんですね。 ということで定款に定めなければいけない定款に定めなければいけないで、丸四番見てください登記が必要ですだから実は商業登記にも関係します商業登記にも関係します株主総会資料の電子提供措置を採用する旨の定款の定めは登記事項になりますこれ登記します定款変更した上で登記をしますで実は 8月3日に宣礼が出て、登記の仕方についても通達が出ました。えー、通達が出ましたこんな形で登記されます、えー。電子提供措置に関する規定という形で、まあ、その定款規定を登記していく、あとは年月設定ですよね、まあ、こんな形で登記していけばいいので、まあ、電子提供措置に関する規定の設定として、まあ、こういう。 まあその定款の規定を書いた上で年がピ設定というふうに登記されますから、まあ、そういうような申請書を作ればいいんですがとにかくまあ定款変更してその内容を登記していくという形になりますでまあ商業登記に関して言うともちろんこれは定款変更ですから、まあ、株主総会議事株主リストこれをつけて定款変更したことを証明して登記申請をしていけばいいんですがこの出来上がった登記も見てください出来上がった登記も。 卓一対策として1つ押さえてほしいのは択一対策とししててつ押さえて欲しいのはこれ定款でうちは電子提供措置を取りますよって定款を設けてその内容を登記していくんですがそのホームページのアドレスは登記しないということホームページのアドレスは登記しない、まあ、これが卓一対策として重要かなと思います。電子広告をすする場合にはアドレス登記しますよね http スラッシュスラッシュとか登記しますよねあ今回ホームページのアドレスつまり、えー、その電子提供措置を採用してここに載せます株主総会資料はこのページに載せますというアドレスは登記しなくて結構ですアドレスは登記しなくて結構です米印見てくださいで電子広告を会社の広告方法とする場合や 対,借対象表の電磁的公示の措置を取る場合はウェブページのアドレスが登記事項となることと比較しようというのがまずは試験対策ですね。でもう一度、丸一番に戻ってみてください。丸一番株主総会資料の電子提供制度は取締役が株主総会資料を自社のホームページのウェブサイトに掲載しますよね。でこれで参考資料は載せましたホーームページに で二行目株主に対しそのウェブサイトのアドレスを株主総会の招集通知に記載しますアドレスは招集通知に載せますホームページに株主総会の資料をアップしてそのアドレスを招集通知に書いて送るんですよ登記いります招集通知に書いてあるからいらないんです招集通知に書いたでしょ あの登記する理由って何ですか、そもそもこれ、登記するのは今から株主になろうとする人があ,あの会社って、招集通知に株主総会資料をつけてくれないんだネットアップなんだっていうふうに分かって株主になれるようにするためで個別のアドレスを登記簿で見せる必要ないですよね。だと招集通知に送るんだから。 でこれが電子広告なんかだとお電子広告するって言うけどどこだよって分かんないと困りますから載せる必要がありますけれどもこれ、見るのは株主総会資料を見るのは株主ですから招集通知に載っていれば十分ですよ。という理由が分かれば結論わ分かりますよね。ここれが理由をしししっかり勉強しましょうってことなんです だから改正についてもちゃんとさっき言ったようにちゃんと後で分かるようにするためには一旦は理由は理由づけを含めて理解をしながら勉強することですそうするとあえ電子広告とで電子提供措置どっちがアドレス登記しなくていいんだっけどっちかだったよなということがなくなるわけですよあこれって招集通知に載せるからいらないんだよねっていうのが瞬時に思い出せれば結論が出せるわけです もちろんそれをいちいち理由付けを思い出せなくても出せるように繰り返し勉強して自分の知識にしていくんですよでも一度はこうやって勉強することによってちゃんと理解をすれば思い出しやすくなるわけですよそれをこうやって初めて見る分野で今事例としてお話をしているっていうのも一つありますでは ⑤ 番です電子提供義務これ何かっていうとあの うちの会社は電子提供措置を取ります株主総会資料の電子提供措置を取りますっていうふうに定款規定した会社が必ずネットアップしなきゃいけないのか問題ですあそういう定款規定は設けたけれども株主に招集通知に株主総会資料をくっつけて送ってあげるからネットアップはしないようにしようっていうことができるかっていうとちょっと見てほしいんですが株主総会資料の電子提供措置を採用する、まあ、定款で採用した旨の会社が取締役会設置会社 でそれから書面、電磁的方法での議決権行使を認めた会社である場合には実はこれ必ずネットアップが義務になります。これ書面で小通,通知をしななけければいけない会社ですよねですからそういう会社であればネットアップしなさいだって定款でネットアップするって決めたんでしょで取締役会設置会社やあ書面、電磁的方法での議決権行使を認めた会社っていうのはやっぱりその資料大事なんですよ。 ですからもう決めたいをネットにアップしてくれないと困るよって形になる逆にそれ以外の会社例えば取締役や設置会社がない会社は定款規定を設けたとしても別にネットアップしないで個別に配っちゃったっていいわけですよ。ということですね。ではその次では電子提供措置ってどういうふうにやるんですかっていうとその7ページの一番下の行を見てください株主総会の3週間前の日 または、招集通知を発した日のいずれか早い日から、あ総会後、3か月を経過するまでの間、ネットにアップしておかなければいけないよって話になります。これ、数字はしっかり押さえましょう。2週間ではなくて3週間前です。2週間ではなくて3週間前。招集通知とか、それに伴って参考資料を送るときには2週間前というのは基本ですよね、条文で、今まで勉強してますよね。ここ3週週間間ですすさらにに前倒しになってます 立法者の意見あの印刷しないんだから1週間早くいけるよね印刷しないんだから1週間早くいけるよねこれが理由です資料早くみんな見たいでしょなるべく早く載せたいよねで2週間前に普通は出さなきゃいけないでしょでも印刷がやらないんだからさらに1週間前倒ししてよっていうことなんですこうしたと覚えましょうで次、まあ、あとは招集通知をもっと早く発するならばもちろん本来それにつけなきゃいけないんだから えーまあ、それが早い場合にはそっちですでもう一ついつまでネットに上げてなければいけないか総会後3か月総会後3か月これなぜ3か月かっていうと株主総会の決議取り消しの訴えの資料にできるように株主総会決議取り消しの訴えができる間はネットにアップしておきたいよし決議取り消しの訴えを提起するぞえっ、ー、と資料をちょっと見てみようあ,あもう消えてる ってなったら消しやがったな、訴えできないように消しやがったなってなりますよね。ですから、ちゃんとその決議取り消しの訴えの資料にできるために3か月載せておきましょうって話になります。よろしいでしょうか、まあ、一応、ポイントとすればそんな感じですね。で8ページの上のほう、ちょっと細かいことがありますので、えーまあ、何をネットアップしなければいけないのかというお話です。 では次6番いっちゃいましょう6番電子提供措置を取る場合の招集通知さあこれ先ほどやりましたが電子提供措置を取る場合、まあ、株主総会の招集通知には株主総会の日時場所に加えて電子提供措置事項にかかる情報を記載するウェブページのアドレスなどを記載しなければいけないってことになりますねやりましたでまたこの次も大事これは今までの知識にもう一つ例外ができます 電子提供措置を取る場合の招集通知の発送期限は非公開会社であっても取締役会設置会社でない会社だっても2週間です、2週間前。招集通知をいつまでに出さなければいけないか非公開会社だったら2週間いらないよ、2週間です、二週間。1週間とか3日じゃだめです。 取締役や非設置会社だったらもう3日でいいよみたいな知識もありましたよね。これ、非公開会社だったとしても取締役会設置会社じゃない会社だったとしても2週間前になります。まあ、アドレスも書いてあるんだからなるべく早く送ってあげよう。アドレスも書いてあるんだからなるべく早く送ってあげようということです。ということで、これは今までの知識の変更点ですね、えー。基本的に新しい知識が付け加わったとっいう改正ですが。 聴通知をいつまでに送らなければいけないのかということについては既存のの知識の修正が必要になりますでは最後 ⑧ 番書面交付請求うちの会社は株主総会資料はインターネットであげます定価にも書いてあるでしょうっていう話なんですけど1行目。 電子提供措置の採用する旨の定款の定めがある会社はの株主は書面による株主総会資料の交付を会社に対して請求できますすいません僕書面でください私書面でください請求できます書面でくださいって請求できますだからこの定かでうちの会社はネットアップしますよって会社も個別に書面でくれって言えば書面でもらえます なぜかというと次に書いてありますがインターネット利用困難な株主の利益に配慮するため60歳ぐらいまでは90%の人がインターネットを使っているらしいですけど国の調査では60代、70代、80代インターネットを使っていない人の割合も結構多くて例えば80代の株主って多いですが20%の人しかインターネットを使っていないとなるとやっぱり書面で欲しいって人がいるんですねだからその書面で欲しいというのには応じなければいけません。 書面で欲しい請求ができます。二段落目、いつまでにやらなければいけないのか。当該請求は招集通知の発出まで、基準日がある場合には、基準時までにしなければいけない。ということですね。まあ、基準時がある場合には、基準、基準日がある場合には、基準日ですが。招集通知を出すときには、招集通知を発出するまで。これ、わかります。招集通知を発出するまで、えー、出すまでに言ってくれないと、二度手間になるからです。 もう招集通知を送って参考資料を送るえ2回郵送費かかるじゃんってなりますよねだからちゃんと招集通知と一緒に載せたいから招集通知を出すまでに請求しなければいけないっていう理由付けですよこういうのをしっかり押さえてほしいってことなんですねで、面白いのがその次の段落これ、おも面白いというのは興味深いというかあそうなのって勉強しなきゃわからないことだから試験に出やすいんです。 で書面交付請求の日から1年経過後、あこれ基本的には1回書面交付請求するとずっとあの使えるのか使えないのかという話になりますが一度書面交付請求すると例えばインターネットを使ってない人はずっと使わないじゃないですか翌年,も翌年もちゃんと書面で送ってくれます。ただし 次の段階ですよ書面交付請求の日から1年経過後会社はその株主に対し書面の交付を終了する旨を通知しかつこれに異議がある場合には1ヶ月以上の一定の期間内に異議を述べる旨の催告をすることができるという権利を会社に与えました1年経過したらあもう書面交付やめますからって会社の方から言えるんですもちろん言わないで送ってあげてもいいんですよでも言えるんですでもし意義があれば 意義があれば、また書面で送ることになりますが、意義がなければ、書面交付請求は効力を失うって形になります。これ面白いですよね。一、まあ、ずっと書面を送ってもいいんですよ、会社は。でも、会社の権利として、一年経ったら、辞めますからねっていう権利を会社にあげました。でも、し、まあ、意義があったら、辞められないんですけど、意義がなければ、辞まる。意義がなかったら、もう書面交付はしなくていいんです。 で、でなんでこんなことを設けたかというと書面交付請求しましまた。あ、これ書面でもらえるからいい,い,いねインターネット携帯スマホを買って使えるようになったけれどもまあなんか請求して書面でくれるからいいか止めなくてみたいな感じで止めない人っていそうじゃないですかせっかくもらえるんだからそういう株主が増えていっちゃったらどうなります溜まってくだろう累積するだろうってことを想定してるんです。 えせっかく定款設けたのになんか A さんは書面交付請求して B さんもやって C さんもやってえ誰もこれやめようとしないけど増えていく一方じゃんほんで結局こんなに印刷してんだよって話になっちゃうのでこの権利を上げたんです年々そういう株主が増えて事務負担が増加することを防止するための制度なんだというふうに考えると分かりやすいかなと思います。本当に書面が欲ししければ意義言うでしょうからね というところでちょっと会社法のです、ね、改正についてのミニ講義といった形でお話をしましたあとは9ページ以降はです、ね、V マジック攻略講座という私の講座が今度ありますからその趣旨についての説明がありますもしまあ講座に興味がある方はです、ね、今言ったポイントに従って講座を行っていきますのでぜひ利用していただければと思います年内にしっかり丁寧にプッとやって知識の理由付けもしていきますでテキストにもすべて,ての範囲 試験に必要な範囲については網羅して書いてありますから安心して利用することができるかなと思います。で10ページ以降、ですねその V マジック講座あ、V マジックのテキストについての本試験の試験問題が掲載されていたかということですが、愛聴午前の部で34問、午後は32問、このテキストで取れたよということですから安心して使っていただければいいかなというふうに思います。 それでは私の今回のガイダンスは以上ということにします。ぜひですね、もう合格を目指して勉強していく。特に運で受かるとか、もう自分の人生をそういうものに捧げるというものをおかしいわけですから、もう各自の合格で,できるように勉強して、各自の合格をして司法書士の資格を勝ち取ってもらう、そういう作戦が重要かなと思いますから、ぜひ参考にしていただければと思います。では私の方からは以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。